五所川原市立図書館は青森県五所川原市屋座栄町にある公共図書館である。なお、本校では便宜上、栄町の施設を本館と記述する。本館では国立国会図書館デジタルコレクションや歴史的音源の図書館送信サービスに県内の図書館としては早くから参加している。これらのサービスによりインターネットで閲覧できない。 全半本や貴重書の一部を閲覧、視聴することができる。伊藤忠義記念図書館、愛ソル管理台帳ファイル。国立国会図書館。2018年1月23日閲覧。図書館、概要2015。青森県立図書館誌年表。青森県立図書館誌青森県立図書館。1979年2月23日。1063ページ。 広報御所が、わら昭和52年6月15日第402号5ページ、11日から、休館私立図書館。広報御所が、わら昭和52年8月1日第405号2ページ、私立図書館オープン。図書館からあれこれから、御所川原市立図書館御所川原市図書館、整備計画御所川原市5月6日、新金城庁舎がオープンします。御所川原市、県立図書館も、 音源無料提供圏内2カ所目、明日から、朝日新聞長官青森全県面、国会図書館の電子本、青森市民図書館でも閲覧、副社、10日から、朝日新聞長官青森全県面、ありがとうございます。